どうも、お疲れ様です。そっかちかの久保です。今日はですね、FX オリガルヒのこの相場解説、月が変わりましたので、月足から週足、日足、4時間、1時間の順番に見ていくことによって、この1ヶ月、どういう風な形で動くのかな、どういうことをね、ぼんやりと遠くに見ながら、 今週一週間を占ってみようかなと思います。えー、占う一週間は、4月3日から7日までの、これ第14週になるのかなはい、えー、今年もね、もう14週間目がやってまいりました。だいたい1年間で50週来ますので、最初の3分の1ぐらいが終わったところかなと思います。つまり、ここまでの成績にかける3すれば単純に今年の成績が出るわけですけども、ただね、この今年の、この3分の1が終わった時点での、 このね実力のまんまこれからもいくとは思いませんので、えー、まさにねこれから成績は上がっていく一方だということになりますただしただしですよこれ FX に取り組むペースとかが落ちたりとかましてややめちゃったりするとそれは元の目上です、えー、どんなこともね積み上げていって、えー、一定の地位に上りますので、まあ、諦めることなく少しずつ積み上げていくことですかねで一気に積み上げたい方は 量を増やすしかありませんので、やっぱり忙しい中ね、みっちりやる時間なかなか取れないと思いますんで、多少の準備期間っていうのはね、やっぱり覚悟しなくてはいけませんね。まあ、私の場合は7年間今 FX やってきて、最初の1年間っていうのはね、本当に FX 以外はあのトイレにも行かないようなこのぐらいの気持ちでやってました。 あの家族と暮らしてるんですけども当時はねまだ子供もいなくって奥さんと2人きりだったんですけども奥さんが話しかけてもほとんど反応しないぐらいの1年間でしたね、まあ、よくねそんな関係で我慢してくれたなと思うんですけどもそのぐらい極端にやって基礎用語基礎概念を覚えてでチャートを見始めてって感じですね、うん、で当時はあの与座敦さんの GWBS っていうスクールも受けてたんですけども これがまた、ね、レベルが高すぎてほとんどついていけなかったですね、まあ、ですんで、えー、途中から受けたあ個別コンサルこれはまあ別の方のコンサルを受けたんですけどもそれがね非常に分かりやすかったっていうかうんまあ今にしてみるとグッとねレベルが下がったみたいな感じで受け取りやすかったところありますよね基礎用語とか基礎概念が入ってるとやっぱコンサルってのも受けやすいんですよねということで基礎を軽んずることなかれということで 今回の前きききを示させてていいただまます突き出しを見ていきましょうどういうふうに見えます去年1年間ロシアがウクライナに侵略戦争を仕掛けてから一方的な倍で進んだわけですけども行動の限界点に達したのがこちらでここから日銀の介入が入ってねそしてあとは下げトレンドがあったというのが昨年の下半期だったと思いますそこからですね下落の勢いが収まって、まあ、半年戻しなり3分の1年戻しがあったわけですよ で今度は戻り過ぎたということでまた調整が入って下の方に向かったのが今なんですけども大きく見るとこういう風なレンジに入ったかなとで、えー、こっからドカーンと下の方に下がることもないしまたですね日銀の介入が必要なぐらい円安に向かうこともないだろうなっていうところです、えー、現在価格が133円前後ですけども、えー、これからねどんなに価格が上がっても138円まで どんなに値段が下がっても127円あたりまでっていうふうに透明は捉えていってばいいんじゃないかなと思いますじゃあ月足をさらに細かく見ていきます週足はどうでしょうか週足も月足に見られるようにやっぱりこうトップとボトムが決まってきますよねボトムがこちらですねでトップはと言いますと、まあ、ここになりますよね じゃあ、この間のレンジで週を見ていけばいいってことになりますので、まあ、今週一週間がどうなるのかってことは明確には言えませんけども、えー、とりあえずね、ここまでの3週間、4週間は下落一辺倒で来たものが止まって戻っていったということです。で、あとはね、今週一週間がどこまで伸びるかによって、来週一週間のレンジが測れてきます。今週さらにね、まだまだ買いが伸びるようでしたら、えー、このレンジの幅っていうのは、 レレンジインレンジジって,言ってねこことここのいずれかねここが変動するわけですけどもここがどこまでいくかなっていうのを測るのが今週になってきますでそうするとさらにね来週ってのはやりやすくなるんですよだからあの日々週から週へ渡る時連動してればしているほどだいたい相場感っていうのがつかみやすくなってきますね そもそもですね、三バガラスっていう概念がありますけども、三バガラスとか4波ガラスがここにあって、まず三バガラスの時っていうのは、次の週がすごく読みやすかったわけですよ。次の週はセルでよかったわけですけどね。で、今度三バガラスが止まって、えっ、ー、と、この形ですよ。覚えてますかね。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。あの、まあ、ロウソク足がこうあって、上髭と下髭という形で、それぞれが均等に、 できててる場合ってのはどこに向かうか分かうんない横ばいなのかもしれないし上昇するかもしれないし下落するかもしれないそれぞれの可能性があるわけですよそれがまさに先週出てましたよねこの陰線の4本目でで結果的には上に向かう陽線になったということですよ、ね、だからここが底になったよねっていうふうに判断するわけですよで今度はこの底が今週どこまで上に伸びるかっていうのを見ていくっていうところになります で、それが決まると、今度は来週が見やすくなるよねってことなんで、週から週へも連動してるってことがお分かりいただけると思います。で、今週はですね、このまんま、あ上昇するかなというところもありますけども、うん、今のところはまだ分からないよねってことです。今週は、あ先週ね、実はね、先週は値下がりすると思ったんですけども、ご覧のように値上がりしましたよね。うん、で、値下がりするかと思ったら何かっていうと、3バガラス、4バガラスで、 ここまで陰性が続くとこの辺りまでねさらに陰性が続く可能性が出てきたからなんですよところがそうではなくって、えー、上昇に入ってしまったということですねで今週はこの上昇がまだ勢いを増して続けるのかそれとも横ばいに入っていくのかまあ見極めないといけないかなってことですよねだから今週は、えー、1週間どうなるのかってことは展望がはい分かりませんはい <laughs> 分かりませんテク,ニテクニカル的にその特徴が出てないんで だから分からないってことが分かるのも大事ですからね。下手にこれでね、上に行く下に行くっていう風な勘違いをしちゃうと、日々のトレードにものすごく影響が出ますんでね。そこは用心しなければなりません。はい。他にもね、いろいろと解説する部分がありますけども、長くなりますんで、今日は割愛します。じゃあ、冷やしの方を見ていきましょうか。この相場解説が役に立つのは、十あ、4月3日の月曜日のことですけども、じゃあ、月曜日の1日の動きはどういうふうにいくのかなってことです。 そこについてはですね、こちらの上ヒゲを出したローソク足を注目することになります。これはですね、上に行く勢いがずっとあったんですけど、それが抑えられたってことを示してますんで、えっと、下,に下に向かう可能性が高いなっていうふうに感じますね。ということで、4月3日は1日を通じて、えー、下に向かっていきます。つまり131円の方向に向かいます。 今132円の804ですけどもこれが133円で終わるってことはまあ可能性低いなっていうふうな見立てですねどちらかというと132円台の前半とか131円に食い込む可能性もあるなっていうふうに月曜日は見ていきます4月三日月曜日ねはいそれが冷やしの評価ですえっ、ー、とその他4時間と1時間一応見ていきますね、えー、4時間はどうでしょうかここに束ができてますね 束ができるまでは上昇を続けていました。で、ここでもぞもぞっとね、なるってことは、上昇の勢いはここでまとまったというふうに考えられると思います。だからって単純に下に行くってわけじゃないんですよ。ちょっとレンジのような形に入りますので、えっ、ー、とね、この今箱を偶然書きましたけども、この箱の状態と過程で、どっちに抜けるかってことを見ていこうかなってとことですね、お時間をね。 はい。で、1時間の方です。で、えっ、ー、と、4月3日の月曜日、午前中はゆっくりと様子を見ることになりますので、えっ、ー、と、朝6時の相場解説はね、月曜日の朝は、最近はちょっと割愛させていただくようにしてます。で、大体ね、あの、お昼ぐらいですか。その頃に、まあ、動画を上げるようにしてるんですけども、えっ、ー、と、ここで1時間だけはちょっとおさらいしていきましょうか。えっ、ー、と、トップをここに設けた、 レンジオプションを引いていて終わったと思いますけどもそこをね突き破って今度ね新しいフェーズに入ったところで終わってると思うんですよだからこの間のレンジオプションですよねうんだからここで見ていけばいいんじゃないかなと思うんですね4月3日なんですけどもこのレンジをあれなんか消えちゃいましたねすいませんこのレンジを4月3日はどういうふうに動いていくのかっていうところですよ 下に抜けるようならこの先週使ったレンジをもう一回使うのもよしもしくはちょっと大きめのレンジで見ていくっていう方法もありますよねこうですね下に向かった時はこういう判断で4月3日の午後からは見ていきますで今度上の方に向かった場合どうでしょうか上の方に向かった場合は単なるレンジオプションです だからここのの矢印の通りりにに行けばいいってことになりますよね、まあその2択じゃないですか4月3日の1時間はそういうふうな評価をしていきますでえっ、ー、とまあ午前中はたっぷり様子を見てまあ午後からね、えー、ワントライするのかどうかってことです本格的にはその火曜日からやっていきますのでお話しているように月金の難易度は水木金以上に高いですから、まあ、月曜日からね、えー ますまずは下水木をしっかりと取るために月曜日を観察するっていうところから始めてください、ね、でも下水木そこそこ利益が取れるようになったら下水木のロットを増やすとか下水木の追撃っていうことでそこの利益を下水木を得意にして狩場にしていくっていう方法がいいと思います、まあ、でもね月曜日とか金曜日もせっかくだからトレードしたいよねってことでしたらカースイ水木以上にはレベルが上がりますけどもお 月曜日に関しましてはいきなりエントリーするというよりも、まあ、午前中はたっぷり様子を見た方がいいですよ。で、そうしないとね、なかなかこう流れ、流れって言ったらまた曖昧に言い方ですけども流れがもう本当見えませんからね。はい、ということで、えー、大半の方は月曜日をしっかり観察する日にしてください。ほんと、それこそね、月曜日の動きを見ることによって1週間の勝負決まりますんでね、これは今までも繰り返し言ってきたことだと思います。はい、それでは4月3日の午後にまた、 動画更新しますのでお会いしましょう。お疲れ様です。